よし、引いていきましょう。まずはですね、このチケット、割高の、チケットから引いていきましょう。今回はね、天井回避して頑張っていきたいと思います。お願いします。まあでもこれはね、お布施みたいなもんなんでね、開幕はおそらく出ないんですよ。そこは分かってるんですよね。まあまあキャラ OK。よっしゃー、これね、まあ11巻、ミスれば11巻、記録更新なんですよね。まあさすがに中旬キャラで 0.8% なんで、まあ出ないことないでしょ。さすがにね、0.8 は200連いかん。絶対いかんよ。OK。これヒロのゲージが溜まるんでね。全然 OK ですよ。ヒロのゲージ溜まる分には OK。はい。お布施完了ですね。とりあえず500席をお布施しておきましたんで、次にですが、この、UR10 枠確定の10連召喚、ここにも入っておりますんで、これは半々で出てくるんかな。もしかしたら全部、キャラの可能性っていうのがあるんかな。ちょっと引いていきましょう、これ。ピックアップは、まあ、されてないと思うんでね。まあ、出る確率は相当低いと思うんですけども。まあ、チャンスはありますよね。全然ありますよ、これ。さあ。なんかキャラ少なない?あれ?なんか割合おかしない?これ。なんか割合おかしいな、これ。期待値低いな。期待値低いぞ、これ。一応、演出入ったら勝ちです。危なー、今、大パン仕掛けた。まあ、早い早い。大パンは早いよ。なんか、しかもこれ勝手に、これ触ってもないのに勝手に、変わっていくんやけど。これどういう仕様なんこれ。触ってもないのになんか切り替わっていくね、これ。OKOKOK。あ、そういう仕様になったこれ。触ってもないのに昇格していくやつ?どういうこと?おー。くっそ、開幕スカールはないやろ、さすがに。しょうもないな。しょうもないのいっぱい出てくんな。おー。勝手に変わっていくんや、これ。ちょっと待って、これ営業妨害になるんじゃん。勝手に変わられた、もうええっちゅうねん。こうやるええっちゅうねん。なんやねん、この、このピックアップ。なにこれ。スカール、ビネラ、コーエル、コーエル、やめとけって。なんや、それ。うっとしいな。じゃあ次はですね、5ステップアップ行きましょう。これは、1、3、5で UR 出てくるということなんで、行きましょう。金色の本からの2枚抜きとか、ちょっと期待していいかな。で、しかもこれ1回しか引けないんで、ビジョン化。もう最悪。マジで最悪。しかも勝手に動くしな、これ。これなんだ?勝手に動くん、これ。これタップしてないのに勝手に動くん、これ。なんかすごいな、これ。なんで勝手に動くん?やめて、それ営業妨害になるから。なんか早いな、これ。ペース早いぞ、これ。俺の最近のガチャ動画が長いから、これ、ためを作らんようにしてるってこと?これ。ためたいのにためを作らせてくれない。そういう感じ。オッケーオッケー。まあいいでしょう。さあ、次、無料ですね。無料なんで、ここ無料です。いきます。無料からもね、出ることありますんで。頼むぞ。ここだー。演出変わってほしいですね。あ、もうええて。無料やからって、それは許されへんのよ。もう、ええっちゅうね。ビジョンカードはええっちゅうね、ほんまに。なんなん、それ。まあいや、これ多分ね、なんもないよ、これ。これね、これほっといたら、これ変わるんですよ。UR の場合は変わる。あ、すげえ。あ、勝手に変わる。ハイテク仕様ですね。まあ、いらんねんけどね、ビジョンカード。OK。なんか、全然、なんか仕様が変わってるからよくわからへんですね、これ。30レメ、ここが、また UR 出るところですんで、ビジョンカード飛ばないこと。
祈っておきましょう。さあ、頼みますよ。OK、金色の本、金色の本からのキャラ。やってるわ、マジで。やっとんねんな、これ。やってるんよな。やってるんよ、これ。これもしかしたら、変わるか？それ変わる？それ変わる？これほっといて、勝手に変わるっていう感じよね、これ。変わらへんのかい。もうタップしてへんのに勝手に来んなよな、これ。これオフできひんのかな。じゃあ、マジかよ。5ステップアップ終わってるって。キャラ出てないのよ。一回も。これ40連目ですね。頼む、頼む。頼む！来たね！からの、あ、なんでそこでキャラ来るかな？おいおいおい、135の時で来いよな。全部青いしさ。全部青いのよ。で、これも勝手に進むのよ、これ。触らんでも。すごいな、これ。なんなん？寝落ち防止なんかな？ガチャしてる時に寝落ちするやつおらんやろ。うわー、マジかよ。二段階昇格。ないよな、それ。うん。勝手に召喚していきよる。ためを作らせてくれないパターン。うわー、早いな。早いぞ、これ。これで5ステップアップが終わります。行きましょう。いや、最後ぐらいはな。最後ぐらいはなんとか。うわ、やば、汚いから、オッケー。大丈夫。あ、これ来たな。これは、来たんじゃないですか？さすがに。これさすがに来るでしょう。ね、0.8% もあるわけやし。うん。お、2枚抜きですか？ 2 枚抜きは、どうなんやろ。2枚抜きする場合から出ることってあるかな？あんまりないんですけどね、これ。頼むわ。頼むわ、ここで。ここで。マジでここで決めよう。もう10巻やってるからね、中旬キャラで沼るわけにはいかんのよ。行きましょう。あー、やってるわ、マジで。マジでやってるわ。うわ、こっからマジで大変やぞ。9ステップアップか。マジで、流れ悪。ここまでの流れ、もう全部あかん。全部あかんわ、こっからの流れ。いや、9ステップアップ、俺ね、出た試しないんよね。まあ、天井行きのメダルもらえるから、いいんやけどね。行きますか。やっぱりな、このガチャに手出したくなかったんやけどな。頼む。もう早めに来てくれ、頼むから。もう、ええって、もう。白い方、来い、エース来い。あ、親の顔より見た光景でした。とりあえず、トップがね、変われ、ここ変われ。何もせえへんから変われ。あ、もう勝手に召喚していきやがる。ここよね、これ。これ触らんかって、もう勝手に召喚するとか、これ昇格勝手にやってくれるんよね。おい、もうええってシムール。スカールみたいな名前しやがってよ。おい。続けていきましょう。ちょっと、このあたりで金色の本見てみたいんやけどね。来たね、本屋、マジかよ。ちょっとガチャ運悪くないか？時間ずらしてる割に、特に何にも変わらへんねんけど。マジで？ちょっとやばいぞ、これは。流れ悪い。ここでちょっと一発、虹に変わってくれることを祈るか。これ何も触らんかったらいいんですよね。俺何も触らへんすから。うん。止まれ！あ、止まりました。来ました。
来ましたよ、これ。いや、ちょっと、久しぶりに神引きできるかもしれん。助かるわ、これ。いきます。次が無料です。次が無料、ここ無料よ。あ、来た、無料から、頼む頼む、来た、キャラ来た、無料から来たぞ。あ、これは来たんじゃないか。エルデの後にピックアップ来るっていうこと結構あるからね。おー、いいんじゃないか、これ。おい、来てるな、来てる来てる。今日結構いいぞ、今日結構いいよこれ。キャラ出てるよこれ。もうあの5ステップアップなんてもうなかったよあれ。もうないない、あれあれお布施みたいなもんやからね。5ステップアップ、お布施っていうことはもう無料みたいなもんやから。さあ来いよ、エース入ってくれ、頼む、ここで引かしてくれ。もう十分引いたやろ、いきます。あー、もうエース、もうマジかよ、マジなんか、引けへんか、そこで。やばいって、ナインステップアップまでで終わろうや、これ。闇鍋ガチャに手出したらあかんって。マジなん、これ。ひどくないか、これ。ちょっと。なぜ出ないんだ。いや、頼むって。変わってくれって。変われよマジで。いやー、変わるかな、ここワンチャンあるよこれ、ワンチャン。まあまだね、ナインステップアップ始まったばっかりやからね、始まったばっかりでもう40連目やねんけどね、もうそろそろ半分行こうとしてるんやけど、やばい、ちょっと予算が足らんねんって。いや、俺今日神引きできると思って全然カード買ってきてないのよね。頼む、ここで決めよう。やばい、白いなー。いやー、もうビジョン嫌、ほんま嫌、ビジョンマジで嫌、ビジョンばっかり、ビジョンしかない、うん、いらん。次が無料ですね。無料なんで、ただですね。行きましょう。さっきね、無料から金の本出た。来た来ましたー。無料やばないこれ。2回連続引いてるよ、ここで。いや、2回連続ここで。おい、虹のクリスタル引いとるぞ。無料に愛されとるな。これは来た。いや、これは来たんじゃないか？ありがとうございます。やっぱ無料よね。やっぱり幻影戦争はね、無料が一番。うん、もう優勝とか使ったらあかんのよ、これ。いや、これ無料から来たらね、俺これ自慢できるな。もう無料の女ってことやからね。めちゃめちゃ都合いいじゃないですか。行きましょう。もうええって。ひどすぎるやろ。どうなってんねえ。マジか。えぐいえぐい。えぐすぎる。えぐすぎるやろ。マジでかよ。やばい。あと30連しかないんちゃう。ちょ、やばい。手震えてきた。あ、やばいやばい。ちょっとなんか天井がちらついてきてるぞ。大丈夫かこれ。闇鍋ガチャに移行する前にちょっと手震えてきた。早いな、ちょっと。手震え出すのが早い。やばいやばい。これあの、将棋のハブさんが勝利確信した時に手震えるやつとこれ同じパターンや、これ。やばい。手震えてきた。やばい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 。これしかもミスったら、課金せなあかんねやろ、これ。やばいって、予算ないねんって。
43オーバー何年って、もう裁きの試練でめちゃくちゃ意思砕いてるのよ。やばいやばい。ここで出たらいいんやけどな。いや、追い課金はしたくないって、これ。あ、変われ変われ、うわぁ、もう、やばいって。心の準備もさしてくれへん、この仕様。やばないか。これ心のゆとりないよな、これ。最後来るもんな。変わるか変わらへんから、あの瀬戸際の時。やってるわ、これ。これ課金やんけ。課金せなあかんの。ちょっと買ってきます。いや、まさか俺、1万8000あったら出るかな思っててんけどね。ちょっと中旬なんで、面白い画像ないんすけど、まぁ、ちょっと、これでちょっとガードしときます。よっしゃー、買ってきました。9ステップアップはあと2回ですね。行きましょう。あと2回で引き当てたいところですね。行きます。いやー、決意ってマジで来い、金。あー、やばいって、もう。変わってくれ。ここで、もう一回横行け。死ね。うわー。まあまあまあ、まだトップが金色なだけマシっていうか SSR 以上確定やったような気がするから、そこ金になるの多分間違いないんよな、これ。さあ、俺もノータップで行きましょう。ノータップで行くからね、俺。はい、頼む、止まってくれ、止まれ、こっち来んな、こっち来んな、あっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、来た。マジか、俺決めれるな、ここで。なんか天井覚悟して、ちょっと多い目に課金してきたんやけど、これはいけたな。多い目に課金してきたから正解なんかもしれん。心のゆとりがある。行きましょう。おい、ふざけんなよ、マジで。何してんねん。はぁ？もういいわ。もういい。俺切り替えるわ。俺も天井行くことに切り替えるから。天井行ったらもう俺の勝ちにするわ、これで。もういい。天井行ったら俺の勝ち。そうしよう。天井行けば俺の勝ち。運営の負け。そうしよう。ルール変更しよう。そうします。おかしいなぁ。中旬キャラより出えへんっていうのはこれどういうことなんやろな。中旬キャラはすぐに出るっていう話聞いたことあんねんけどな。止まれ！やばい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 、もうやばい。危うくスマホに台パンするとこやった。スマホに台パンはもう放送止まるからね、これ。やってるこれ。どうしよう。やりすぎ。闇鍋ガチャ。この5ステップアップはちょっと、なんかあんまりやね。なんかお得なやつあったよね、そういえば。お得なやつ、お得という名のお得でもないやつなんかなかったっけ？なんかありますよね。これなんでなん？なんか優勝5000で30連引けたような気がしたんですけど、20連しか引かしてくれないやつですかね、これ。なんかよくわからへんな。お得なんかどうなんかよくわからへんけど、これ買いましょう。まあ一応、原動石が少し浮くということなんで。まあこれよね。まあ引くならこれよね。これですね。チケット、10連チケット2枚ありますんで、こっからの20連は無料なんで引いていきましょう。まあそのね、ビジョンが来るぐらいやったら、まあ爆死してる方が絶対いいからね。な、爆死してる方がマシ。でもわけわからんの引くぐらいやったら爆死がいい。もうヒロのゲージ貯めて引くべきよね。よし。よしじゃないな、これ。なんかキャラ来たけどトップ青いんよね。怪しいぞ、これ。これは怪しい。
二段階昇格ワンチャンよね。でもちょっと手離しとこう。これ二段階来いよ、マジで来いよ、マジで来いよ、これマジで来いよ、死ね。まあ OK、 ヒロのゲージが溜まってるなら大丈夫でしょう。はい、じゃあ次の10連行きましょう。これも無料ですね。行きます。金の方来い。やばい、汚い、汚いからの、汚いからのキャラ。オッケー。キャラなら大丈夫。お、お、いや、もう一個変わっときよ、そこ。うわ。トップのクリスタルが青いんよね。なんでなん、それ。やばいって。変わるなよ、マジで。もうそこまで来たら何も変わらんといた方がいいから。うん。いけるいけるいける。あと20連か。ヒロノゲージマックスまであと20連。まあ、ストレートに行けば、持ってる意志だけでなんとかなるかなっていう感じですね。ちなみにですが、今メダルは何枚あるんでしょうか。なんか、すごく天井に近い気がするんですけど、気のせいでしょうか。枚数だけ一応確認しておきましょう。1600まで来てますんで、天井近いですね。あと40連引くと天井ということなんで、あと40連爆死すると、まあ、俺の勝ちということですよね。じゃあ続き引いていきましょう。これですね。闇鍋ガチャの、ヒロノゲージが 60% まで溜まっておりますんで、あと2回爆死すると、イリーザ確定するということですね。ありがとうございます。俺の勝ちですね。お、いいんじゃないか、これ。あ、いいんじゃない、これ。盤面よろしいですね、これ。盤面がよろしいよ、これ。久しぶりにトップに金色のクリスタルが来ております。これは、ちょっと、変わるんじゃないですか？さすがに。さすがにこれ変わるでしょ。ね。止まって、止まって、止まってくれ！止ま！いや、順調ですね、これ。ヒロノゲージ。ヒロノゲージ順調すぎて怖いんすけどね。意志には全然余裕がありますね。行きましょう。これでも、ヒロノゲージストレートに溜まって、そこで出たら、200連の天井を回避しているということなんで、まあ、俺の勝ちですね、それは。まあ、どっちみち俺の勝ちになるんすけど。お、いいんじゃないですか、これも。今回もいいですよ、これ。なかなか素晴らしい。上二つが変わるかもしれないですよ。さあ、変わってくれ。上二つ、変われ。ここよ、ここ。頼む！頼む！変われ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 ！もう変わってくれた方がいい。変わってくれ。溜まりました。やっぱ、マジで、もう、ド直球やんけ。ド直球でゲージ溜まったぞ。最速やろ、これ。RTA やんけ。ヒロのゲージ RTA。すごいな、これ。HGRTA。ヒロのゲージ RTA。ここで決めていきましょうか。確率がね、跳ね上がるということなんで。やばい、ビジョン来たら死ぬ。ビジョン来たら、もう終わりですね。いや、まさかこんなに早くゲージが溜まると思わんかった。頼む。マジで。マジで頼む。頼む、キャラ！キャラ来い！え？どういうこと？それどういうこと？もしかして、
もしかして、はい、来ました、リーチ。原動石もちょうどですね、これリーチ入りました。リーチ来ましたね。天井リーチです。ちょっとリーチ一発ツモとかできへんかな。リーチ一発ツモここで決めれへんかな。よし、行きましょう。もうこれラストですよ。もうヒロノゲージもないので、ヒロノゲージももうなんもないんでね。はい、もう汚い本、キャラね、オッケー。まだチャンスは残ってるってことよね、これ。チャンスはまだある。ほうほうほう。あ、いいんじゃないですか、これ。あ、いや、あるよ、これ。トップがね、金色なんで、これ、いや、あるよね。あるよ、まだチャンスは残ってる。残ってんねんけど、心のゆとりないんよ、これ。最後の一個で、ちょっと、1時間ぐらい引かずに雑談とかしたいねんけど、これ勝手に引いてしまう仕様になってしまったんで、これ何もできないんですよね、これ。やばい、頼む、来い、これ、頼む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 、頼